相変わらず長野からお伝えしてます。まだ長野にいます。長野だから長い。いや親子を聞き入っちゃうね、はい、自分たちの声気持ち悪い。 酔いしれてる、うん、いやだから慣れてくるよね、この耳に変えるのって。そうだね、うん、子供の時もさ、よくラジカセとかに録音して、うん、なんだこの声気持ち悪いわ。わかるわかる。ずっとそうじゃない、うん、あれアナウンサーとかはないんだろうね、多分ないんじゃない。だってそれやってたら喋れないよ、もうやってけないよ、ね、実況アウターで気持ち悪いって言わないもんね。でもさ、絶対に自分の放送は好きだから、まあ、好きっていうか、まあ、勉強も含めて反省も含めて聞かなきゃいけないから、あ、いい声だなとか思って聞く人もいるのかね。うん、多分あいつはそうだなって思う人は何人か思い浮かぶけど思い浮かぶ、ね、でもやっぱりこのマイクのほら、この前にかぶして、これなんていうのか僕は名前わかりませんけど、このフィルターみたいなやつ、うん、このいわゆるレコーディングでよく見るやつね、うん、だからこれがやっぱりストッキングみたいなね、ね、大きいんだなと思って、うん、みんなだから歌手の人とかこれに口、いやそうよね、口つけるような感じで歌ってる人がいっぱい見たことあるから、だからほら吹いてもそんなに、いやそう風切り音がしない感じ、すごいもんね、うん、すごいと思う、ね、だからやっぱりレコーディングにはこれなんですよね。だそれはそうよ、だってあの金沢明子さんがろうそく消せるぐらい息が出てるわけだから、そうだ、その音を拾ってたらもうね、イエローサブマリン音頭は風切り音ばっかになるわけよあったね、あったあったあ、ね、あった、ね、これ考えた人偉いね、すごい。だから歌手の人が歌うまく聞こえるっていうのは一つ、まあ、これはあるかもしれないけど ね、まともね、もともと声質のとこで言うとさ、うん、ほらスポーツ中継で言う豊原健次郎さんなんて、うんうん、Nスペのナレーターとしても呼ばれるわけじゃない、うん、でやっぱいい声じゃない、うん、でただの金切り音な人もいるし、本当ね、だからさ、今日じゃあ今日の番組はコールドオープニング、うん、コメントから入ります、うんうん、言っても、うん、で放送シート見てね、なんかかっこいいコメントだなと思ってても、うん、始まったら高い声でさあったってことよくあるもんね。あったあった、本当にあった、イメージ違うんですけどみたいなさあ今日日本のチャンピオンが決めますって、安くなってやめて、笑にやけないでみたいな、あんなことやるぐらいだったら、うん、やっぱあのアバンとかでもさ現場で作ったりするけど、するするね、うん、ちゃんとナレーター使って、うん、負けられない戦いがってやった方がいいのよやっぱりいや確かにね、生でもできる人いるんだけど、うん、そうだね、ね、音、この音質っていうのは大きいよねやっぱりね、うん、でやっぱタイトル、今タイトルってないことが多いけど、うん、まあタイトルじゃなくてもナレーションで入るとしても、いわゆる実況の、うん、さあ皆さんこんにちはなんとかっていうのは、うん、一息置いてさあこっから中継ですよってなる前のちょっとかっこいいとこはかっこいいナレーションにした方がいいんじゃないって、うん、なんかねこう背筋が伸びるというか、そうね、来たなって感じが安く入られると、ね、いやこっちもやる気になりますよそれは、ね、間違いなく、ふふ、確かにすごいねやっぱり、ね、やっぱり歌手の人はね、そう、これの前でやっぱりプロのあれをするわけだな。そう、それで歌手で言えばね、うん、まあ、この間の音質が違うんで多分ファイル的には捨てちゃうんだけど、はい、あのそう、ね、シティポップ、はい、松原美樹、松原美樹ね、あの中のドア、いい歌ですね。もう昔からもベスト版、日本の歌のベスト版作るともう絶対入れちゃう。僕もそうですね、入りますね。俺ね、昔だからカセットとかでベスト作ってた時の、うん、洋楽の場合だとあのカルチャークラブのタイムが絶対入った。へー、あれしっとりしていいなみたいな。ジャークライブなんて何年ぶりかに聞いたなみたいな。ポップなのもいいんだけど、うん、その後のビクティムスとかもそうだけど、うん、ああいうねちょっとバラードっぽいやつっていいんだよね、うん、しっとり系ね。そうそうそう、まあその洋楽はまあ置いといて、うん、そう、その松原美樹の話も
まああれだから最近はねすごくこう有名だけど、まあ昔も有名なんだけど、グッと有名になったじゃない。で逆にメジャーすぎちゃって、うん、最近触られてないのが、うん、あのオリビアを聴きながらだと思うのよ。ああアンリね。あれもうベタっていうか、だからまともに聞かれてないし、うん、で俺も最近聞いてたのってやっぱまた レコーディングし直したやつだったのね、うんうんうん、そうするとコーラスもちょっと違うし、はいはい、出会った頃はって最後の方行っちゃうのよ、うんうん、で最近改めて聞いてるのが最初デビューした時のやつはね、ほんとねまっすぐ歌ってて、そうだよね、何にも下手に拳回してなくて飾り気がないっていうかね、すごくいいのよ拳ね、そう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 、わかる。やっぱさ、ほら高田組、うん、とエグザイルで、うん、ウォンビーロング、ウォンビーロング、はいはいはい、バブルガンブラザーズの、うん、あれをカバーしたじゃない。あ、そうの知らなかった。へえ。あれなんか、うん、まああれはさすがに本人も俺反省すんじゃないかって思うぐらい、すべてのとこが変な歌い回しなの。へえ。いきなり足りない頭ならって始めちゃうのよ。知恵を盗みゃいいってなっちゃう、うんうん、で今度高田組み渡すと、うん、そっちはそっちでまたやってんの、ずーっとそれやられるから、いやそうじゃない聞きたいのはそれじゃない、うん、あそう、あれやってりゃいいって思ってた、今だったらそう絶対やんないと思うんだけど、うん、ずっとそれだからやんなっちゃうのよだからあの頃だから39とかの歌も、うん、歌ったそうだね、多かったね、みんなカバーした、あれも余計なことを多分してるでしょ、みんなカバーした、うん、いいんだってそれは例えばミュージックセッションとか行った時に何箇所かでやってくれたらいいけど、うん、まっすぐ歌おうよって思うんだよねそうね、みんなそうカバーってそうなりがちだよね、そうやっぱ変えたいっていうのが出てくるじゃない、うん、でもさもう声が違うんだから、そういいのよ余計なことしなくて、同じ嫌な歌でじゃあどういう風に聞こえるかなっていうのを聞きたいのに、そうそうそう、すごくアレンジも違えれば拳も回すしためも作るしみたいな、でもやめてほしいよね、そう分かる、すごく分かる、まあオリジナル聞けばいいんだけど、うん、ちょっとさ期待して、あ今のレコーディングで音も綺麗になって綺麗に聞こえるのかなと思ったら、うんうん、リマスターではないので、うん、もう一回歌い直しちゃってるんで、そうだね、違うことをするんだよね、まあ、あのほら、しかも一番顕著なのは本人のリメイクっていうかね、うん、カバーし直すみたいな、あれは違ってないとやった意味がないって思う、うん、そうなんだろうけど、どうなんだろうと思うんだよね、いやだから今の、要は機材とかも良くなってるから、うん、より綺麗な音で聞かせてくれればそれでいい、はい、それでいい、僕もそう思います、本当にやめてください、余計なことするのは、老舗の味が変わってしまったのと同じぐらい残念なんで、本当がっかりしたよね、美味しくなくなっちゃうんだよね、そうなのよ、いや俺が味わいたかったのこれじゃないんだけどなって、すごくわかるね、そうするとね、だからほら、ね、松原美樹さんもう亡くなっちゃったから、うんうん、まあ歌い直すことがない、ね、ないからもうあれだけど、でも怖いのがだから、うん、これもまたこの間ちょっと話して多分捨てられちゃうファイルにあるんだけどうんうん、ザ・ピーナッツのやつも、ああそうね、あのボーカルラインをマルチトラックから抜き出して、うん、でユーロビートに載せてるバージョンがあるわけ、面白いんだけど、うんうん、余計めちゃ余計すぎちゃって面白いんだけど、うん、でも帰りたいのよ元に、でその時でも昔のテープで聞くと音悪いから、うん、もう今のそうね、今の技術綺麗なクリアな音質と、うん、そう今の、ね、そのための技術であってほしい、うん、なんか違うんだよね、そうなんか違うね、わかる、すっごくわかる、だからあの今の EDM とかね、うん、そういう独特の音とかがあるけど、そんなことはしなくていい、もう綺麗にしてください、オリジナルを大事にしてほしいよね、そうだよね、修復作業だけでいいですという話でした続きます、続きましょう。